こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングさんとのコラボレーション企画で、大人の秋服はこの5点だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。これはですね、最近は毎シーズンの恒例企画になってまして、結構ですね楽しみにしていただいている方が多い企画なんですね。まあ、僕自身もですね結構この企画が好きで、まあ、とても楽しみにしているわけなんですが、まあ、グリーンレーベルさんはですね、僕ら大人世代にとってはめちゃくちゃ活用できるショップだと思ってまして、ベーシックな服からほんのりトレンド感のある服までですねしっかりと揃えているので、結構僕ら世代にはですねなくてはならない存在なのかなというふうに思ってます。まあ、僕自身もですね普段のスタイリングでもご提案することがありますし、あとはプライベートでもですねグリーンレーベルさんの服を使うことが結構多いので、リアルな視点でガチでですね皆さんに使える秋服を今回はご紹介したいなというふうに思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。まあ、実際にですねこちらに秋服をですね並べているわけなんですが、どれを見てもですねかなり使い勝手がいいんですね。正直ですね今回ご紹介する5点さえあれば結構秋服はですね十分すぎるかなと思ってますので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のアイテムから皆さんに解説をしたいんですが、今僕が着ているこちらのシャツですね、これがですねめちゃくちゃバランスがいいので個人的にすごく気に入ってるんですね。まあ、僕はシャツが大好きなんですけども、こういったシャツというアイテムは大人の男性にとってはマストなアイテムだと思ってまして、1枚で着て大人っぽくきれいめに見えるので、全男性がですね秋のシャツ楽しんでいただきたいなと僕は思ってるんですけども、まあ、どうしてもですねシャツというのはビジネスライクに見えがちというですね一つのデメリットがあるんですが、まあ、こちらのサイズ感をぜひ皆さんに見ていただきたいんですけども、身幅にゆとりがありますよね。ですので1枚で着た時にもですねビジネスっぽさが漂わなくて、すごく今っぽくて程よいカジュアル感のあるようなシルエットに仕上がってるかなというふうに思ってます。まあ、商品名にもある通りジャストルーズということで、まあ、緩さがあるんですけども、だらしなく見えないような絶妙なサイズ感になってまして、このあたりがやっぱりグリーンレーベルさん上手だなというふうに改めて実感をしています。そしてもう一つ見逃せないのは素材の質感なんですね。こちらはウールとポリエステルのコンボになってるんですが、まあ、ウールの持つ上品なですね光沢感が楽しめるんですね。まあ、個人的にはこういったウールのシャツのシャリ感があって高級感のある感じがすごく好きなんですが、こちらもですね生地の質感本当に上品にできているので、ぜひ皆さんには体感していただきたいなと思ってます。大人向けのアイテムというのはデザイン的にはベーシックであっても素材の質感、ここが重要で、素材の良し悪しで全体の見え方が大きく変わるので、ぜひですね大人の男性にはこういった上質なシャツをですね1枚は持っておいていただきたいなというふうに思ってます。まあ、ちなみにこのような素材感だとなかなか洗濯しづらいのかなと感じる方も少なくないかなと思うんですが、家庭用の洗濯機でですねしっかりと洗濯することもできるので、そういった使い勝手の良さというところも見逃せないポイントなのかなというふうに思ってます。そして色なんですが、まあ、様々なカラー展開がある中で僕が選んだのはですねこのベージュというカラーなんですね。この色合いがめちゃくちゃ上品で個人的に気に入ってるんですけども、まあ、ベージュですとかブラウンですとかこういったコクのある色というのは秋にはですね結構似合いやすい色合いなんですが、まあ、ベージュの中でもですねこちらはちょっとグレーがかっていて僕ら大人世代が着ても甘すぎないようなすごく上品なベージュになってるんですね。この色合いはすごく良くて単体で着てすごく様になるので、ぜひ皆さんにもですね店頭でこのベージュの色合いの良さをですね感じ取っていただければなというふうに思ってます。もうこのシャツはですね秋のトップスとして1枚で主役になりますし、もう少し季節が進んだらこの上にアウターを着た形でもですねコーディネート活かせるので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらスウェットですね。これがですねめちゃくちゃ着心地が良くて気持ちがいいんですよね。ぜひ皆さんにも体感をしていただきたいんですが、秋のトップスのバリエーションとして個人的にはですねニットというアイテムをご紹介することが多いんですけども、ここ数年ですねスウェットというアイテムが割と増えてきたわけですね。まあ、従来ですねスウェットというと部屋着のようなカジュアルなイメージでなかなか僕ら世代には着づらいイメージがあったんですが、割とですねニットに近いような上品なスウェットが増えてまして、まさしくこれがそういった雰囲気をですねうまく取り込んだアイテムなのかなというふうに思ってます。見え方としてはほぼほぼニ
ニットに近くてすごく上品なんですね。目が細かくてオーガニックコットンを使ってるんですが、肌触りも抜群に良くてですね、着ていてストレスがないんですね。ただニットよりも少しだけカジュアルな雰囲気もありまして、肩のラインも少し落ちていて、今っぽいですね、ややゆったりめのシルエットになっているところ、ここもまたですねバランスがいいかなというふうに思ってまして、個人的にはですね、ニットの持つ小綺麗さとスウェットが持つ適度なカジュアルさ、これがうまくミックスされているような商品で、なかなかですね雰囲気がいい仕上がりかなというふうに思ってます。まあ中でも僕が選んだのはこのライトグレーですね。この色味がすごくいいですね。まあ、ホワイトのようなパキッとした色合いもいいんですが、それよりもですね、このようなライトグレーを選ぶことで、ほんのりですね、大人っぽい上品な雰囲気も漂いやすいですし、白よりもですね、おしゃれ感みたいなものが出やすいかなと思うので、この色はなかなかいい仕上がりかなというふうに思っています。まあ、特にですね、9月いっぱいであれば、これ1枚を主役にしながら着るのも十分いいかなと思うんですが、それから先の季節になると、もうちょっと寒くなってくるので、この上にアウターを着たりするかなと思うんですが、アウターって結構濃い色のものが多かったりするので、このようなライトグレーの色を内側に差してあげると良い差し色になるかなと思うので、すごくですねこのライトグレーのスウェット使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、こちらの商品もそうなんですが、気軽に洗濯もしやすいというところも一つのメリットかなというふうに思ってます。まあ、とにかく着心地がめちゃくちゃいいんですね。ニットのチクチク感が苦手かなという方もですね、気軽に着やすいアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ているアウターですね。こちらはカバーオールなんですけども、今年の秋はですねめちゃくちゃ活用しそうなですね予感がしています。まあ、このようなカバーオールというと結構カジュアルなアウターのイメージがあるかなと思うんですが、こちらのアウターを見ていただくと、まず素材の質感がすごく上品なんですね。このように素材感が上品になることで、カバーオールというカジュアルなアイテムもかなり大人っぽくきれいめに見えるかなというふうに思ってます。まあ、見ていただくと分かるんですが、動いた時にですねきれいな光沢感がですね感じられるんですね。この質感の良さがですね僕がすごく気に入っている理由の一つになっています。そして色合いもですねすごくいいんですね。まあ、カラーバリエーション展開いくつかあるんですが、その中でもこのダークグレーという色がすごく大人っぽくて上品でいいなというふうに思ってます。このようなダークグレーであれば、もちろんですね内側にホワイトだとか、先ほどご紹介したようなライトグレーのですねスウェットなんかも相性がいいかなと思いますし、それ以外にもですねブラックだとかベージュだとか、さまざまな色合いとも相性がいいので、このダークグレーはですねなかなかいい雰囲気になっているのかなというふうに思ってます。まあ、着こなしとしても様々なものが想定できるんですね。まあ、先ほどご紹介したスウェットも合うし、あとは T シャツなんかで合わせるのもいいかなと思います。まあ、それ以外だったらバンドカラーのシャツをですね内側に合わせてみるのもいいかなと思うので、1枚あると様々な着こなしが想定できるようなめちゃくちゃ便利なアイテムなのかなというふうに思ってます。まあ、このような着丈が長すぎないアウターというのは足さばきも良くて、真冬のアウターに比べると気軽に着やすいんですね。ですので9月から10月ぐらいまではこういったアウターをですねサクッと羽織りながら、ぜひ皆さんにもですね秋の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目はですね、僕が今履いているボトムスになりますね。これがですねシルエットがすごく綺麗で、なおかつ肌触りも良くて足運びもすごくいいので、めちゃくちゃ気に入ってるんですね。まあ、実はですね先ほどから僕が一貫して履いてるのもこちらのボトムスなんですが、これ1本あれば全部のスタイルが完成するぐらいですね使い勝手抜群なんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、個人的にですねボトムスは好きで、いろんなものを履くんですね。例えば細身のスキニーパンツだとか、あとは今トレンド感のあるワイドパンツだとか、そういったものも履くんですが、まあ、スキニーだとですねちょっと今っぽい感じはあまり出ないのと、ワイドパンツもすごくいいんですが、まあ、どちらかというとあまりスタイルがよく見えないという弱点があるんですね。その点ですね、今僕が履いているような腰回りには適度にゆとりがありながらも、膝から下テーパードといって細くなるようなシルエット、これがですね一番使い勝手がいいなというのをですね改めて実感してるんですね。こちらのボトムスはですね腰回りにはですねタックが入ってるんですね。ここがですね今トレンド感のあるややゆったりというところを実現する上ではすごく重要で、ここにゆとりがあるんですけども、膝から下に関してはワイドパンツのようにたっぷりめではなくて、ちゃんと細さが出てるのでスタイルもよく見えるという点で、これがですねなんだかんだで一番間違いのないシルエットかなというふうに感じています。
そして色合いに関してもですね、最近僕はブラックのボトムスばかりを履いていたんですが、今回ですねダークグレーを選んでみたんですね。この色がねめちゃくちゃ良くてですね、まあ、ブラックはブラックでシャープでかっこいいんですが、どうしても着こなし全体が重たくなりがちなんですね。その点ダークグレーというのはブラック同様に濃い色なので引き締まるという効果ももちろんあるんですが、ブラックよりは軽快な感じがしますし、ちょっと上品で大人っぽい雰囲気もするので、このダークグレーというのが最適解だったんだなというのをですねすごく今は実感をしています。このようなボトムスであればこういったホワイト系にももちろん合いますし、あとはアウターで言うとベージュなんかにも合うし、ネイビーにも合うし、あとはブラックにも合います。ボトムスまでブラックだと結構全身ブラックだとか重たくなりがちなんですが、そういった点でもですねこのようなほんのりグレーの大人っぽさが漂う感じがすごく使い勝手がいいんだなというのをですね改めて実感しています。ぜひ皆さんにはですね秋にボトムスを選ぶのであれば、表情としてはスラックスのような上品さがありながらも、着心地はですねこういったドローコードといって紐がついていてある程度サイズ調整がしやすかったりだとか、あとは腰もゴムが入っているものですね、まあ、こういったですねリラックス感のある着心地のものが1個あるとめちゃくちゃ便利なので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、今僕が持っているレザーのトートバッグですね。これはですね満を持して登場という感じなんですが、結構ですね僕は以前から書籍の中とかでもグリーンレーベルさんのですねレザートートをかなりおすすめしてきたんですね、まあ、このようなシンプルなレザートートバッグって結構使い勝手が良くて様々なシーンで使えるんですね。例えばビジネスカジュアルでもこういったレザートートって十分に使うことができますし、それだけではなくてカジュアルシーンでもですねちょっと荷物が多い時とか小綺麗な着こなしの時にはこういったレザートートが一番使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、僕自身もですねレザーバッグは一つ愛用してるわけなんですが、特にですねグリーンレーベルさんのバッグっていうのはデザイン的にはすごくベーシックで使い勝手がいいのと、あとは価格ですね、1万2000円前後でレザーのトートバッグが買えるというのはかなりの驚きなんですね。全体のバランスを考えた時にこれぐらいコストパフォーマンスのいいレザートートバッグは他にはないので皆さんにも一押しをしたいんですが、個人的にはですねグリーンレベルさんのトートバッグって横長のものとこのようなちょっと縦型のもの2種類あるんですが、こっちがですね個人的には気に入っていまして、少し深めになっていて持った時にもですね大人っぽい雰囲気が漂いやすいかなというふうに思ってます。でこのハンドルの長さとかも絶妙で、結構ブランドによってはこれが短すぎてしまうとコートを着た時にはですねなかなかこう肩掛けができなかったりするんですが、まあ、ちょうど長さがいいですね。あとは大きさもですねこれまた大きすぎるものが結構多くて、そうなるとこのようにですね普通に持っている時に階段を登ってると結構地面と触れてしまったりするのがストレスだったりするんですが、このサイズ感が絶妙で普段使いにはですねこれぐらいはちょうどいいと思うんですね。まあ中も見ていただきたいなと思うんですが、しっかりとノートパソコンも収納できますし、 A4 の書類もですねしっかり入るので、これぐらいのサイズ感がまさにベストかなと思います。まあこれ以上ちっちゃいとちょっと女性っぽく見えてしまうのも問題なので、これぐらいが最適解のサイズ感かなというふうに思ってます。そして結構ですね僕は海外製のレザーバッグなんかも使うんですけども、そういったものって内側の構造がめちゃくちゃ使いづらいんですね。ポケットが少なかったりだとかあまり収納が多くなかったりするんですけども、やはりそのあたりはですねよく考えられてますね、まあ、しっかりとペットボトルが入るような場所もありますし、ノートパソコンの収納もしやすいです、まあ、それだけではなくてメッシュ状のポケットもついているので中身もすごくですね探しやすいような構造になっているので、そういった使い勝手も含めてすごくバランスのいい仕上がりになっているので、これはですね全男性が持っておいて間違いがないぐらいですね使い勝手のいいレザートートバッグになっているかなというふうに思ってます。まあなかなかですね普段店舗に行くとそんなに目当たないので多くの方が見逃しがちなんですが、なかなかこれぐらいのクオリティのバッグが1万2000円で買えるということはまずないかなと思うので、ぜひ皆さんにも定番としてこのレザートートもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユナイテッドアローズグリーンレーベルリラックシングさんとのコラボレーション企画で、大人の秋服はこの5点だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。僕もですね実際にいろんなものを着ていたらですねかなり物欲が刺激されましたね。まあ、今回ご紹介した5点があれば
結構ですね充実した秋服をですね皆さんにもお楽しみいただけるのかなというふうに思ってます。まあ、今回ご紹介した商品に関してはこちらの動画の下の概要欄にですねリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしていただくのもいいかなと思いますし、あとは実店舗に行っていろいろと試着をしながらですね皆さんに合うものを買い揃えていただくのも良いのかなというふうに思ってます。ぜひ皆さんにもですね今回ご紹介したアイテムを参考にしながら秋服を存分に楽しんでいただければなというふうに思ってます。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。